暴動が行くぞ、暴動が行くぞ、暴動が行くぞ、そいや。はい、ママン、お嬢ちゃん。今日はね、はい、島の内にある、はい、ココス東大阪さんです。はい、お嬢に一緒にね、乾杯ってお酒ね、させてもらうために、ちょっと社会見学来ました。いやいやいや、お嬢大好きな。ゆくゆく大好きになる。まあね、ここまでできたかって言ったらね、そしてのクラフトビールのクラフトビール屋さん ね、タバンさんね、うん、行ってクラフトビールにちょっと目覚めてで調べてたらね、うん、全然東大阪なくて、でここだけ唯一あったんよ、うん、あった、うん、めっちゃ出てきたんよ、うんうん、なんでちょっとここでね、あのクラフトビール、どんなビールがあるか、どんなビールがあるか、うん、探しに行きたいなと思ってね。行ってみたい。すごい変わったものがいっぱいあると思う。思うね。はい。行ってみましょう。うまうま。すごい。あ、先生。こんにちは。すごい種類で。あの最近ちょっとクラフトビールも聞かれてまして、はい、なかなかその面白い銘柄揃えてる方だと思うので、ぜひ。ありがとうございます。いや、本当なんかラベルもめっちゃ可愛いのがいっぱい。すごいな。この辺りなんかは、はい、大阪の、まあ、西成のようされてるメーカーさんとかがあって、うん、ああ、はい、変わってそうですね、ちょっとメッセージ性が強い感じです。ああの今国産でも、はい、ね、大阪のものも結構いいものありますし、大阪、はい、のものも含めてやる種類は、あ、ここら辺は東大阪でもされてる、大阪府も東大阪、本当に意識で作っておられるところですね。意識で、まあ、こういう近っ。レモンと。そうなんですね。ね、クラフトビールってあの柄がラベルがみんな変わってますよね。やっぱ独特、あのそれぞれ の、やっぱり味といいデザインといい、はい、すごく凝ってる場合が、はい、これ全部海外のやつなんです。この辺りがちょっと海外、はい、あ、海外ものなんですね。名前もやっぱ変わってますけどね、こういう、うん、あ、ちょっと爽やか系がもしお好みだったらブルードッグのこの辺りもするんですね、はい、ちょっとあのグレープフルーツの香りがあったりとか、はい、まあ、これもそのグレープフルーツっぽい香りがあるんですけど、ホップの香りで、はい、色本来の味ちょっとこう爽やかにしているものとかね、あ、めっちゃ酒好きにはたまらん。めっちゃ美味しい。なんでまたこんな品揃えがいっぱいあるんですか、ここは。あのやっぱりちょっと他と、はい、差別化すると言いますか、あ、にないものをこだわったものを置こうっていうのが途中でして、こうしていろいろ置いてます。まだ今後どんどん増やしていく予定でして、はい、ちょっとあのなかなか追いついてないんですけど、まあ、来ていただければ新しいものがあの都度あるかなとは。なんかあとワインとかもすごい。そうですね、ワインはあの、はい、もともと売ってて、はい、ちょっと、あ、おお、すごいな、ワインの量、はい、うわ、すげえ、うわ、ワインセラー。わあ、すげえ。インターネットで展開してまして、はい、そちらの方がよく知る
2000その中でどう？うわ。そのフランスの日本のもありますし、上線いうところのもちろんカリフォルニアなんか置いてあ、そうなんですね。まあ日本人の方が作ってるのはちょっと集めてたんですけど、あのヨシキさんはい、X ジャパンのヨシキさんですか？そうですそうです。あの、まあ、カリフォルニアで、はい、ブランドされてるワイン、はい、白赤と、もう何年か作ってない。よく見るとね、こう小山さんとか、木村さんとか、本当に日本人の名前。ちょっと変わったものはあまり予想にないものを作るのは、え、ここにじゃあ売ってるのとインターネット、ね、何で調べたらいいんですかね、インターネット。あのね、ぶどう畑ココス、ぶどう畑ココスさんで、はい、調べていただくと大丈夫なんですか。あ、出てくるんですね。うまうま、はい、たらふく買ったね、買ったね、重いで。この宇宙ビールも、宇宙ビール買いました、買いましたよ、宇宙ビールこのクラフトビールってさ、はい、缶もね、はい、そのラベルが可愛いからね、うん、空になった後かかっても可愛いよね。あ、ほんまやね、うん、めっちゃおしゃれになりそう、おしゃれになるな、うん、いや、いい店発見しましたね。ね、いいお店発見したな。もうここは常連になる、なれな。いろんなちょっとね、ビールとか、うん、種類を味わって、うん、普通になろうよ、普通になろう、ちょっと勉強させてもらおう、勉強してよ。あ、じゃあそれでは、それでは、はい、どうもごっちゃんでーす、ありがとうございます。今日は結構真面目な動画だったんじゃないか。いつも真面目。早速ね、はい、開けましたよ。宇宙、宇宙のような味がするんでしょうか。はい、おい、なんか突っ込まんかい。突っ込む？雨が降ったら虹が出んで、油と汗を拭ってさ、ほな、うん、ダメやろな、スッといける。なんていうの、クラフトビールってなんか中にはやっぱりちょっと癖のある味があるんですけど、はい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 、これは本当にね、すんなり入る、飲みやすい、飲みやすい、おお、やっぱ柑橘系な感じ、柑橘系やわ、それは抜けへん、うん、コスモは感じる、感じる、終わろうか。やっぱ終わる。やっぱ終わる。ありがとうございます。